で、2日目1レース1乗戦1、1着で勝ち上がられました神奈川99期の郡司浩平選手です。1号おめでとうございます。まず昨年の宮杯の決勝に残られて、まあ、7着という結果でしたけども、振り返られていかがですか。まあ、去年は、番手回る、ね、シーンが多くて、まあ、初日も番手戦だったんですけど、まあ、こうやって東西分かれることによって、まあ、難関がかなり番組としてはまとまりやすくはなってますし、まあ、その分ちょっとやりにくさも多少あるのかもしれないですけど、まあ、こういうところでしっかり東の代表として難関が少しでも勝ち上がれればなと思います。今日のレースなんですけども、森田選手と武藤選手が前を取りに行く形で3番手、3番手から中段、前中段になりましたけども、作戦としてはどういう作戦だったでしょうか。まあ、前が森田だったので、まあ、その後ろからって感じで、まあ、ユータはしっかり、タイミング見て行くっていう話をしてたので、まあ、ちょっと森田が突っ張って位置取り来たのはちょっと想定外でしたけど、逆に、まあ、ユータとしてはかなり仕掛けやすくなったのかなと思います。最後車間をしっかり切られてたと思うんですけども、その後ろからも来てなくて、渡辺選手のかかりが良かったのかなと思うんですけど、実際ついててどうでしたか。そうですね、もうずっとジャンから、いいペースで行ってましたし、僕は少し余裕を持って開けながら、まあ、でもバックで誰も仕掛けてなかったので、逆にちょっとゴール前、足ためられて外伸びられちゃうかなというところがあったので、まあ、ちょっとギリギリまで残し気味にはいけなかったですけど、まあ、最後はなんとか僕が自分でも一着取らなきゃいけない展開だったので、相当踏ましてもらいましたね。ご自身の状態的には今どうですか。番手戦だったんですけど、まあ、自分の中では余裕持って気持ち的にも脚力的にも、まあ、余裕持った運びができたので、まあ、そこら辺は良かったかなと思います。最近番手戦がとても増えてきているとは思うんですけど、なんかご自身で心境があったりとか練習方法が変わったりとかっていうのはありますか。まあ、練習方法は特に、変わってないですけど、番手戦増えたことで、まあ、嬉しい悩みですけど、課題もたくさん見つかってきているので、まあ、そこを克服するためのレースだったり、レース運びをしていかなきゃいけないなと思います。では、まず次もあって青龍賞に向けてのレースになると思いますので、意気込みをよろしくお願いします。はい、まあ、4走あるので、まあ、しっかりいそいそ集中して、着取れるようにします。